トランプタワーはアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタンクミットタウンの五番街に立つ超高層ビルである。このビルはアメリカの不動産王ドナルド・トランプとエクイタブル生命保険が共同所有しデアスカットが設計を担当した。HRH コンストラクションがこのビルの開発を担当した。 高さ202メートルの58階建てで、ニューヨークでは52番目の高さのビルである。1983年2月14日に、アトリウムとショップのグランドオープンセレモニーが行われ、オフィスとマンションはその後すぐにオープンした。11月30日に、ショップは正式にオープンした。高さ5階建て分のアトリウムには、滝が流れている。1997年以降、 ミス・ USA、ミス・ティーン・に USA、ミス・ユニバース優勝者がここで共同生活している。また NBC のテレビ番組、アプレンティスの最終回の収録場所にも使われている。ドナルド・トランプは多くの不動産物件を手掛けており、中でもイースト・リバー沿いには高級マンション、トランプ・ワールド・タワーを所有している。このビルにも多くのセレブリティが居住していることで知られている。 また、ウォール街に立つ40ウォールストリートを買収し、現在はトランプビルという名称になっている。コロンバスサークルにはトランプインターナショナルホテルタワーを所有している。ありがとうございます。